ボーイング、ボーイングはアメリカ合衆国に所在する世界最大の航空宇宙機器開発製造会社。1997年にマクドネルダグラス社を買収したため、現在アメリカで唯一の大型旅客機メーカーであり、ヨーロッパのエアバス社と世界市場を2分する巨大企業である。また旅客機だけでなく、軍用機、ミサイル、宇宙船や宇宙機器などの研究開発。 設計製造を行う。機体の設計に関して、有限要素法の設計手法の導入に先んじていて、その技術は車両が舞い設計など他分野にも技術供与されており、世界の航空宇宙機器業界をリードしている。この会社は、ウィリアム・ E ・ボーイングとアメリカ合衆国海軍技師、ジョージ・コンラッドウェスター・バレットによって、1916年7月15日に、 シアトルにて設立され、彼らの頭文字から B&W と名付けられた。第1号機は会社名と同じ B&W と命名されたソーフロートの水蒸気であった。この会社名はすぐにパシフィックエアロプロダクツに変更され、1917年に会社名はボーイング航空機株式会社、ボーイングエアプレインカンパニーと改名される。 1917年当時第一次世界大戦を戦っていた海軍のパイロット養成用に、総フロート複用単発の練習機モデル C が採用され、約700機を生産し航空機メーカーとしての地位を築いた。第一次世界大戦終了後、軍用機の需要はなくなった。当時民間輸送も未発達であったため、アメリカでの主要な航空機需要は郵便事業であった。 ボーイング社は、モデル C の最終生産機 C-700 を使って、アメリカのシアトルとカナダのバンクーバーの間で、世界最初の国際航空郵便の輸送を始めた。輸送部門は、ボーイングエアートラポート社として、事業を拡大していくが、使用機も、総発のモデル 40A など近代化されていった。1923年に陸軍に採用された、戦闘機 P-12 は、 海軍にも海4バイトとして採用され、シリーズ総計586機が導入された。郵便機から発展した民間機分野では、1933年に、画期的な旅客機ボーイング247、乗客1名を開発した。当時の飛行機は、服用ホヌのマリ固定足であったが、247は、全金属製、低翼、多妙、引き込み足を採用し、 巡航速度時速 300km 以上を発揮し、アメリカの航空会社は競って導入した。1929年には、エンジンメーカープラットホイットニーなどと共に航空機の製造から運航までのすべてを手掛ける巨大企業ユナイテッドエアクラフトランスポートを設立した。しかし、タイプ247の転換は長く続かず、1935年に、 開発されたより大型高速のダグラス DC-3 にとって変わられた。また、1934年に独占禁止法の適用を受けたため、エンジン製造部門や航空輸送部門は分離され、それぞれがユナイテッドテクノロジーズとユナイテッド航空となった。この後1950年代まで世界で最初に油圧室を装備したボーイング307 初飛行1938年と意欲的な新型旅客機を数々生産するが、商業的には大きな成功は得られない状況が続いた。軍用機分野では1936年に自社開発した4発大型爆撃機であるモデル 299B-17 が陸軍航空隊に採用された。この機は爆撃機としての性能は素晴らしかったが、 あまりに大型かつ効果であったため当初の発注数は少数にとどまった。1939年にステアマンエアクラフトを買収同社が開発を進めていた副容器をボーイングステアマンモデル75として完成させた。1941年にアメリカが第二次世界大戦へ参戦したことで需要が急増し、アメリカ陸軍航空軍 PT-13 と アメリカ海軍 N2S の初等練習機として1万機以上を納品した。参戦後は従来主力爆撃機とされていた双発機の能力では不十分であることが判明し B-17 がヨーロッパ戦線における米軍の主力爆撃機として大量に生産、運用された。大量の爆弾を搭載し長距離を移動できる大型爆撃機は B-17 によって戦略爆撃機の確固たる地位を築いた。そして、ボーイング社は B-17 で大型爆撃機メーカーとして名を馳せた。続いて、当時の超大型爆撃機であるモデル 345B-29 スーパーフォートレスは、他企業の工場まで稼働させるほどの大量生産を行い、長距離進行能力を活かして、 日本本土への戦略爆撃に使用され、日本本土空襲参照。また、エノラゲートボックスカーの2機により、世界で唯一、実戦で、広島、長崎へ、原子爆弾を投下した機種となった。軍用機部門では、大型爆撃機メーカーとして、抗体抑ジェット爆撃機モデル 450B-47、初飛行1947年と、 後継機モデル 464B-52 ストラトフォートレス初飛行1952年を開発生産した。民間機部門は中大型の旅客機に注力し B-29 の主翼や尾翼を流用した豪華旅客機ボーイング377ストラトクルーザーを1947年に開発したが経済性でライバルに劣り 購入されたのはわずか56機であった。当時、旅客機の主流は、レシプロエンジンであり、ジェット機の採用には、航空会社も消極的であったが、ボーイング社は早晩、ジェットエンジン装備の本格的旅客機の需要が高まると予測し、1952年に自社資金1600万ドルを投じて、開発の開始が決定された。当時、 アメリカ空軍では前日の B-47、B-52 の他にもコンベア B-58、ハスラーが開発中であり、後に XB-70 超音速爆撃機の計画も進んでおり、これらボマーフリートが縦横に活躍するためには、当時の主力空中給油機である KB-29、KB-50、KC-97 といった、 B-29 をベースとする改造機では、性能はし、数量不足になることが明白であり、1953年にはアメリカ空軍より800機のジェット給油機が必要になるとの見通しも発表されていた。ボーイングはこの機体をジェット機であることを隠蔽するため、開発中は c 9 7モデル367の改良であると予想った。 これの80番目の設計案すなわち、ダッシュ80が採用され、試作機の製作に取り掛かった。ダッシュ80、367から80は1954年5月にロールアウトし、同年7月に初飛行したが、アメリカ空軍は同じ年の5月に新型ジェット空中給油、輸送機の要求仕様を発表していた。ここでライバルに圧倒的優位に立っていた。 ボーイングの案は8月にモデル 717KC-135 ストラトタンカーとして採用が決定し10月に最初の生産型29機を受注している367から80をもとに旅客機として再設計した民間型ボーイング707の最初の発注はパンアメリカン航空より1955年に行われ 以後従来のレシプロ旅客機の2倍の速度で2倍の旅客数150から200人を運ぶことができる革新的な機体であり、またボーイング発のジェット旅客機となった。旅客機の他早期警戒完成機 E-3、セントリーなどのベースともなった。軍用型、民間型ともに基礎となる試作機ダッシュ80は1972年に スミソニアイ航空宇宙博物館に寄贈されていたが、1990年にボーイングに送り返され、飛行可能な状態にレストアされた。ボーイング707は高速を生かして長距離国際線用に使用され、一般人の海外旅行をより容易にすることに役立った。続いて1963年に中距離用の Z 旅客機ボーイング727を開発した。 この機体は、ミエスキマフラップ等の強力な高揚力装置を装備して、離着陸性能を改善し、中規模空港でも運用ができるようにした。この結果、それまで、バイカウント等のターボプロップ機が運航してた、中距離路線にもジェット機が進出するようになった。さらに、ジェット旅客機のベストセラーシリーズとなる小型の短距離機、ボーイング737を開発して、 航空輸送のジェット化を著しく推し進め。ボーイングは1963年に CXHLS 時期主力輸送機計画を打ち出した米空軍と契約を結び大型輸送機の研究開発を結んだ。1965年にロッキード社との競争に敗北し、軍用機として採用されることはなかったが、この頃将来の国際線。 長距離飛行主力機としてのパンアメリカン航空、パンナムの開発要請があったことから民間機として転用されることとなった。後に、ジャンボジェットと呼ばれ世界中で親しまれることとなる、ボーイング七百四十七四発、三百五十から五百五十人乗り、である。一部二階建てになっているのは、一階すべてを荷物空間とし、機種のハッチを上げることで戦車を機体全部から直接、 乗せうるようにした空軍輸送機としての設計を引き継いだことによるものである。当初エンジンの出力不足から設計時の速度性能が得られなかったため747は徹底した軽量化を施されて就航した。後にエンジンの乾燥に加えて機種をはじめとする各部の補強を強いられることとった。 旅客機としては1969年に初飛行した747であったが、当時としてはあまりにも巨大な機体であったため、航空評論からからは空席だらけの機体と国評された。しかし、パンナムが747を正式採用すると、日本航空や英国海外航空、ルフトハンザなどの大手国際線航空会社も、経済性に注目して導入した。 航空会社は空席を少しでも減らすため、思い切った料金値下げに踏み切り、一般人が気軽に飛行機に乗れるバスのような飛行機、エアーバス時代が訪れた。短距離型、経済型、貨物専用型、大型化など次々に改修改良されたシリーズが開発された747は、各航空会社の主要路線に投入され、21世紀に至るまで、 同社の有力機となったボーイング747の開発に先行する形で1950年代から1960年代当時にかけて次世代旅客機と目されていた超音速旅客機の開発に着手し1963年6月5日に当時のアメリカ政府が導入したナヨナルスーパーソニックトランスポート計画 国産超音速輸送機計画に向けて開発されたボーイング2707が1966年12月にマクドネルダクラスやロッキードの案を退け勝利した。1965年時点でボーイングの契約の80%は軍事であり、超音速輸送機の開発もボーイングから来た上院議員と揶揄されていたヘンリー・エム・ジャクソンら政治家が後を捨てていた。 1969年10月の段階で、パンアメリカン航空の15機を筆頭に、日本航空やエアインディアなど、世界の26の航空会社から122機を受注していたが、高高度飛行によるの可能性や、空港で発生する騒音、超音速飛行時に生ずるソニックブームなどへの懸念から、反対運動が激化していたことや、燃料費が高騰したことなどを受けて、 1971年3月に上院議会が資金援助の停止を決したため、同年5月20日に計画は中止された。747開発成功以来、ボーイングが旅客機市場を接見する中で、欧米のライバル社もジェット旅客機開発に取り組んだものの、技術は日々高度化し、開発費は高騰するばかりであった。やがて開発費の重みに耐えきれないメーカーは、 次々に独自の旅客機計画を断念し、国際的な協力体制を敷き始める。これがヨーロッパ英仏属西の多国籍企業エアバス設立の要因である。エアバスは当初こそ近距離用の A300 の1機種しかなく販売面で苦戦したが、政府ぐるみの売り込みや大幅なダンピング販売を行い、同時に A320 などを導入し徐々に市場を拡大した。 それに伴い、マクドネルダグラスやロッキードの旅客機事業は苦しくなった。ボーイングもオイルショックによる航空不況や多発する航空事故を経て、大型化、高性能化と同時に安全性や低燃費性を同時に求められた。727の後継機として開発されたボーイング757はエアバスへの対抗上、最新技術を盛り込み、 アメリカ国内線や欧州内路線で多数採用された。しかし、開発費全額を自己負担することは避ける。世界的な流れの中で、ボーイングも国際的な分業、協力体制、リスクシェアリングを敷くようになる。ワイドボディ、総発、中型のボーイング767は、高度技術を結集するとともに、日本やイタリアの協力によって開発された。 続いて767と747の間を埋めるワイドボディ、総発、大型のボーイング777完成させたが、こちらも日本企業などが多数参加する国際共同開発によるものである。737の改良である 737NG シリーズ737から600、700、800、900では、韓国や中華人民共和国、 中華民国などのメーカーが参加している。長年にわたって旅客機業界で大きなシェアを占めてきたが、エアバスの親上げもあり、ボーイングは経営の多角化で乗り切ろうとして人工衛星などの宇宙分野や航空会社に資金を貸し付けるボーイングキャピタルなど急速に手を広げた。また航空業界再編により、1997年に長年のライバルである マクドネルダ・ダグラス社を吸収し、同社の主力である軍事産業に主体を移してい。本社も2001年9月に西海岸のシアトルから首都ワシントン DC 国防総省により近いシカゴに移転した。かつて主力であった民間機開発は777以来、次々に新型機計画を発表したものの株主や資本家の理解が得られないという かつては考えられなかった理由で10年間も中断された。この間に次々と新型機を販売したエアバスに、ここでも大きく水をあけられた。販売数も1999年にエアバスに追い抜かれ、以後は拮抗した。巻き返しを図ろうと、高アオン速機ソニッククルーザーや、超大型機 747X の開発にも挑んだが追い打ちをかけるように、 アメリカ同時多発テロ事件が発生し、国内航空会社の倒産に伴い販売業績が急激に悪化した。軍事部門では大量の発注が見込まれた JS 海東合打撃戦闘機競争において、同社の X-32 がロッキード・マーティン社の X-35 に敗れた。また、シコルスキーエアクラフト社と共同開発し、 ステルス性を備えたアメリカ陸軍の次期偵察、攻撃ヘリコプターのマイナス66コマンチ計画も中止されるなど、先行き不透明な要素が多くなってい、アメリカ海軍向けヘピーマイナス 8A 対戦初回機の受注を獲得したが、KC-767 空中、旧行き発注をめぐり、国防総省との間で汚職疑惑や中国政府へ納入予定だった。 ボーイング767の機内から搭乗機が多数、発見された事件が発生した。2005年、10年ぶりの新型機ボーイング787、旧称、ボーイング 7E7、e、ドリームライナーの開発を開始した。20年間で1000機以上を売り上げた、ナローボディ総発機の757は、その大きさから 737NG と787のターゲットと重なることもあり。 生産を中止した。続いて747の新型機、747から400の後継機の計画ボーイング747から8を発表し、急成長を遂げている中国での市場拡大を目指した。軍用部門では、ファントムワークスを中心に無人機の開発にも力を注いでおり、キャブ、無人戦闘、攻撃機の分野では、X-45 を開発し、 j カス計画でノースロップグラマンの X-47 と競っていたが2006年に計画自体が中止となった。引き続き海軍無人戦闘攻撃機開発計画の実証機の選定機として名乗りを上げていたがこちらは2007年に X-47 に敗れた。他に小型無人回転翼機である A160 ハミングバードや静止可能な回転翼機、 CRWX-50 ドラゴンフライなどの開発に取り組んだ。2006年の受注数では、新型機の他にも737を好調に売り上げ、エアバスを再び抜き返した。また、ボーイングは現在737や777などの一部の後継機となる旅客機の開発プロジェクト、ボーイングイエローストーンプロジェクトを進めている。 2012年度の売上高81、698ミリオン US ドルのうち、民間部門が49、127ミリオン US ドル、軍用部門が32、607ミリオン US ドル、営業利益6、311ミリオン US ドルのうち、民間部門が4、711ミリオン US ドル、軍用部門が3、068ミリオン US ドルである。 2012年12月31日時点での受注契約残高は民間部門が317、287ミリオン US ドル、軍用部門が55、068ミリオン US ドル、民主軍事の合計で372、355ミリオン US ドルである。1回 -22 はロッキードマーチンと共同開発、共同生産の契約になったが、 p マイナス35の開発では、ロッキードマーチンの単独受注契約になり、軍事部門で競合他社に敗れる傾向であり、2012年度の売上高や営業利益に対する割合では、民事が軍事を上回り、受注契約残高では、民事が軍事を大きく上回る状況になっている。このため P-8 のような民間機を改造した機体を提案するなど、 低コスト化を図っている。生産はアメリカ国内の工場が主力であるが2018年に中国で海外発の生産拠点を建設した2019年2月26日エンブライルの旅客機部門の買収と軍用輸送機を販売する合弁会社の設立が発表されたこれによりボーイングは小型機から大型機までを揃えることとなる 2019年3月13日、ボーイング737マックス墜落事故、エチオピア航空302便墜落事故が発生。同系機の運航中止措置が広がると滝の受注数にも影響が及び始め、同年4月中のボーイングの旅客機の受注数はゼロとなった。この会社は、ボーイング民間航空機と統合防衛システムの2つの大きな部門に分けられる。 搭載機器2019年1月現在。なお B737 についてはである。ボーイング727型機以降の旅客機においては、顧客を区別するためにカスタマーコードと呼ばれる不調を形式名に付している。これはボーイングに初めて発注した際に割り当てられる。カスタマーコードは数字と A 文字で2文字の組み合わせとなるが、A 文字のうち I と O は使用されない。このカスタマーコードは顧客が発注した機材に正式な形式名として組み込まれる。例えばカスタマーコード46の日本航空がボーイング747の200型機を発注した場合、正式な形式名はボーイング747から246となる。これは航空機が他社へ譲渡されても変わることはない。また、 軍隊などにも同様に割り当てられており、航空自衛隊の場合は FK である。個々の航空会社のカスタマーコードについては、各航空会社の記事を参照されたい。ボーイング自身が発注した自社保有機の場合、カスタマーコードは20である。なお、ボーイング787やボーイング 737MAX では使用されていない。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。